信じられない。やばいことになってるぞ。そこまで思い詰めることないのに。おい、あれ、ケイト死なせない、絶対に。なんでこんな時に。どうにかしなきゃ。もう何回も巻き戻せないよ。行かなきゃ。行かなきゃ。前へ進まないと。力が使えない。巻き戻せない。失敗したらおしまいだ。何しに来たの？また昨日みたいに写真撮る気？ケイトのために証拠写真を撮ったんだよ。スクラップブック用の写真が欲しかっただけでしょ。今だってそうなんじゃないの？違うよ。私はケイトの味方だって分かってるでしょ。こんなのケイトらしくないよ。こうするしかないの？もう死なせてよケイト。諦めちゃダメだよ。私と一緒に乗り越えよ。力になるよ。ホワイトボードの落書きだって私が何度も消してきた。マックスが気にかけてくれるのは嬉しいよ。少し救われる気がする。私がいつもそばにいるから。これからは友達が最優先って決めたの。電話で話した時は少し安心した。マックスは親身になって聞いてくれるから。ケイト、私を信じて。そこから降りてこっちへ来て。力になれるから。嘘じゃない。今朝だってシャワー室の鏡に動画のリンクが書いてあったから私が消したんだ。そんなこと言われたって信用できないよ。今朝相談した時何もするなって言ったじゃない。今ネイさんがケイトに薬を飲ませた証拠を集めてるの。被害者は他にもいる。犯人を捕まえるために協力して。ネイサン・プレスコット、あの男ならありえるけど。証拠は見つかったの？もうすぐ揃うよ。そしたら警察に行こう。私たちで学校の安全を守るんだ。ありがとうマックス。この1週間で初めて希望が見えた気がする。辛い時に支え合うのは当然だよ。お願い、そこから降りてこっちへ来て。お願い、こんなの間違ってるよマックス。今は毎日が悪夢なの。このまま目が覚めないなら永遠の眠りについた方がマシ。これでまたネットにばらまくネタができてみんな大喜びでしょ。一度乗ったら二度と抜け出せないなんて本当に蜘蛛の巣みたい。過去に戻って全部消せたらいいのに。私と一緒にいじめる奴らと戦おう。二人で力を合わせればきっと勝てるよ。本当に勝てると思う？私もう奇跡なんて信じられないよ。私は信じるよ。それはケイトのおかげでもある。こっちに来て全部説明するから。マックスは本当に優しいんだね。それが私を説得するための嘘だったとしてもそれでもいい。
ありがとう。友達だもん。だからこっちへおいで。ダメ、やっぱりこれ以上生きていけない。ケイト、お父さんからのハガキを見たよ。すごく愛されてるんだね。お父さんはケイトの味方だよ。そうだね、迷惑かけたけど、それでも父さんだけは私を信じてくれる。ほらね、ケイトは一人じゃないよ。こんなこと誰も望んでないよ。まだ終わりじゃないよ。ケイトにはまだ果たさなきゃいけない使命があるはずだよ。私なんかもうこの世に必要ないよ。すべて労する者、重荷を負う者、我に来たれ、我何時らを休ません。マタイ福音書11章28節、私が大好きな一節だよ。ケイトは大事な友達だもん。この一節が好きなこともちゃんと知ってるよ。ケイトはバカじゃないよ。私の大事な友達だよ。今日の一件は実に遺憾だが、登校が一丸となり一人の女子生徒の命を救ったのは誇らしいことだ。ケイトを説得したマックスの功績は計り知れない。私は何も。おっしゃる通りです。マックスはヒーローだ。何がヒーローだ。校長として、私には生徒が健全な学校生活を送れるよう管理する義務がある。学びの場でこのようなことが起きたのは遺憾極まりない。マドセン君、屋上のドアは警備上常時施錠しておくことになっていたはずだ。しかし今日はどういうわけか鍵が開いていた。これは警備主任である君の責任だ。ジェファソン君、生徒一人一人の状態を把握するのは難しいだろうが、ケイトは君の授業の助手をしていた。何か気づけたはずだ。ネイサン、君はボルテックスクラブのパーティーを主催しており、前回はケイトも参加していた。君にもいくつか聞きたいことがある。マックス、まず君からなぜ屋上へ行ったのか説明してほしい。事前にケイトから何か聞いていたのかね。知っていることを全て話しなさい。授業が始まる前、ケイトはジェファソン先生と話してて、泣いているのを見ました。ジェファソン君、ケイトは君の助手を務めていたね。はい、彼女はこのところ塞ぎ込んでいました。例の動画が原因だと思います。私も非常に心配していました。ケイトは親身になって話を聞いてくれるのはマックスだけだと言っていた。動画撮られてんのにハメ外すからだろ。はあ、ケイトは完全に被害者だよ。全くその通りです。マックスの言う通りですよ。私は力になりたかったが及ばなかった。これは実に由々しき問題だ。世間もすでに今回の一件に注目し始めている。君はサンフランシスコでの日常ヒーローコンテストに出席しない方が良さそうだ。本気ですか？ああ、コンテストに悪いイメージがついては困る。事の成り行き次第では君の懲戒処分も視野に入れる必要があるだろう。承知しました。生徒一人の命を考えればそういった措置は当然です。別の職員についても調査しては、マックスからマド選手人の話を聞きました。それはマックス本人に聞くとしよう。証言は全て調査対象となる。ではマックス、今話した内容が全て真実であることの証明として書類に署名をしなさい。頭が痛いけどもう一度力を使えそう。かえって謎ばかりが増えた感もあるが、警察による捜査に期待するとしよう。重ね重ね、今日のことは実に遺憾だ。時間を戻してやり直せたらどんなにいいか。
私からは以上だ。まるで夢を見てるみたいだった。ケイトの手を掴もうとしたらスローモーションになって、ケイトも私の手を掴んで。あんな感動的な場面、俺生まれて初めて見たよ。ケイトを抱き留めた瞬間、拍手喝采、涙の嵐、スーパーヒーローみたいだ。どこが？身も心もボロボロだよ。何言ってんの、キラキラ輝いてるよ。背中に翼生えてもおかしくないね。ケイトのことが心配。あんな動画なんかのせいで、まさか死のうとするなんて。まああれだけ拡散されたらね。ウォーレンも見たの？一回だけだよ。二回だったかな。聞いて、こんなこと言うと変に思われるかもだけど、この学校で何か良くないことが起きてる。同感だね。ケイトの件とレイチェルの行方不明は関係があると思うの。それから姉さんとデイビッド・マドセンも。陰謀論者ではないけど、ありえると思うよ。昨日の姉さんは普通じゃなかったし、マドセンは腐ってる。他にも何かあったっけ？ねえ、あれ見て。太陽がどんどん欠けてく。急に寒くなってきた。マックス、今日は日食の日じゃないよ。絶対違う。間違いない。わかってるよ。もう何が起きても不思議じゃない。